こんにちは、ミッキーです。今回は徹底攻略東京スイーツ17選をご紹介していきます。これまでにも本チャンネルではたくさんの東京カフェをご紹介してきました。私自身コーヒーが大好きで、お店ごとの味わいに毎回感動しています。ただコーヒーのお供として特に重要なのがスイーツ。もともとそれほど詳しくなかった私ですけれども、カフェを巡っているうちにたくさんの魅力的なスイーツにも出会ってきました。そんな中、今回はチーズケーキ、ドーナツ、アップルパイ、ケーキ、パンケーキに絞ってご紹介していきますので、ぜひ皆さんも東京の絶品スイーツ体験してみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめは絶品チーズケーキでおすすめな、2022年10月に吉祥寺エクセルホテル東急の開業に合わせてオープンしたばかりのサードバー&グリルレストランというところでございます。こちらジョージプラザという施設の中にあるようなイメージのお店にもなっています。でこちら以前に有楽町編の動画でもご紹介しています有楽町の行列レストラン6 by オリエンタルホテルの姉妹店だということでもございます。もしかすると皆さんもご存知かもしれないんですけれども、そちらの有楽町にあります6 by オリエンタルホテルがですね、2023年の10月で閉店するということでございまして、そちらの空間を味わうことができるのも残り少ない時間になってしまったので残念に感じられている方も多いかなと思っています。その中オープンしましたのがこちらのサードでございますので、ぜひ有楽町のお店が大好きだったという方に関しましては、吉祥寺に足を運んでいただいてその歴史を受け継いだ姉妹店でございますこちらサードも訪れてほしいなと思います。こちらの店はイタリアンをベースにした多国籍料理のオールデイダイニングになっておりまして、ランチタイムからカフェタイム、ディナータイム、バータイムまで幅広いシーンに利用することができます。こちらの店名でございますサードという店名はサードプレイス、人々の執着地点という家庭でも職場でもない第三の最高に居心地のいい場所になりたいという意味が込められているということでございまして、まさにゆっくりと時間を過ごせるような空間になっていました。席の数も非常に多いので大人数で利用されたい方にもおすすめかなと思いますし、先ほどから映像でご紹介していますけれども、カウンター席なんかもありますのでデートとかにもおすすめできるかなと思っています。本当に客層的にも幅広いお客さんがいらっしゃいましたので、入りにくさを感じることも少ないのかなと個人的には感じています。でこちらのお店も有楽町の6同様ノッツコーヒーロースターも併設していますので、本格的かつリーズナブルなコーヒーメニューをテイクアウトいただくこともできます。で冒頭でご紹介させていただきました通り、こちらのお店は吉祥寺エクセルホテル東急の開業に合わせてオープンしていますので、もし吉祥寺で宿泊用のホテルを探している方いらっしゃいましたら、こちらに泊まっていただいてこの空間を試していただくのも個人的にはおすすめかなと思っています。今ランチメニュー移していまして、この日は後でご紹介します通り自家製ボロネーゼをいただいたんですけれども、ボロネーゼ以外にもトマトスパゲッティやシーフード系のスパゲッティもありましたし、ハンバーガーやビーフカレーもありましたので、ぜひ幅広い選択肢の中から選んでほしいなと思っています。またセットのドリンクいただくこともできるんですけども、セットドリンクとしてはコーヒーや紅茶以外にもワインやビール、カクテルなどをはじめとしたアルコールメニューやノンアルコールのメニューもありましたので、こちらも悩んでしまいそうだなと感じました。こちらがこの日いただきました自家製ボロネーゼスカモルッツァチーズでございます。この平麺のスパゲッティになっていまして、このチーズが絡み合ったトマトの効いたとても美味しい味になっていましたので、ぜひとも試してほしいようなそんな一品になっていました。シャレに盛り付けてくれますので、そういったところも嬉しいポイントになっているかなと思います。個人的にはまだ食べられるぐらいのボリュームでございましたので、この後ご紹介しますようなスイーツも合わせて頼んでいただきますととてもいいかなと思っています。でこちら先ほどもチャットご紹介しましたけれども、ノッツコーヒーロースターさんのコーヒーメニューになっていまして、コーヒー自体もとても美味しく味わうことができます。でこのカフェラテはですねセットでいただいていますので300円でいただくことができました。で今手前側に映していますのがカフェラテでございまして、奥側に映していますのがカフェオレになっています。おそらくその色合いからエスプレッソドリンクの雰囲気を感じることができるかなと思います。そして注目すべきメニューはこちらのバスクチーズケーキでございます。このバスクチーズケーキは先ほどからご紹介しています有楽町の6でも大人気のメニューでございまして、バスクチーズケーキブームの火付け役ともなったと言われています。
こちらふわっととろけるような口当たりが絶品でございますので、ぜひとも試してほしいなと思います。こちらに関しましては多数のメディアで東京で最も美味しいと噂されていたりもするということでございますので、ぜひとも確認していただいて実際にその味わいを試してほしいなと思います。で、こちらのお店定休日はないんですけれども、営業時間はラストオーダーが9時の10時までになっていますので、ちょっと短めかなと個人的には感じています。まあ、なのでじっくり楽しみたい方に関しましては、ちょっと早めにこちら来ていただいて、2軒目以降はまた別の喫茶店とかバーに訪れていただくのもおすすめなコースかなと思います。続いてご紹介しますのは、2021年3月にニューオープンしました上町からカフェ安空間というところでございます。こちらは自家焙煎コーヒーと手作りのお菓子が魅力の居心地の良いカフェでございます。いつでもどんな時でも気軽に立ち寄れて、多種多様な人たちが織りなす空間の中で、あなたの一日がより良い一日になりますようにというコンセプトのもと、フリーマーケットで有名な世田谷ボロ市通りにて営業しているお店でございます。本当に居心地が良かったなというのは個人的な感想でございまして、そういった居心地よく、さらにですね、気軽に立ち寄れるというところがこの安空間には込められています。安空間というのはですね、ポーランド語でツバメを意味しているということでございますので、まさにツバメの巣のようにふと安心して戻れるような、そんな空間作りが意識されているのかなと思います。店内の居心地の良さを助けてくれているのは、他にもですね、 Wi-Fi が完備されていたりとか、あとは電源もついていますので、こちらの店に関しましては例えば PC 作業等もできるというところがとても嬉しいポイントですよね。で、朝9時から夜の9時までやっていますので、朝はモーニングやサンドイッチ、昼はカレーや季節野菜を使用したサラダ、他にはキッシュ、そして夜にはお酒やお酒に合う食事も用意されていますので、本当にオールデイに使えるようなそんな空間になっています。まあ、その中ですね、やはり注目なのは自家焙煎コーヒーでございまして、世界中から厳選したコーヒー豆をシングルオリジンからオリジナルブレンドまでいっぱいいっぱい丁寧にハンドドリップでいただくことができます。今メニュー表示してますけども、こちらにもたくさんの種類のコーヒーメニューが書かれていまして、もちろんドリップも注目ですし、あとはエスプレッソドリンクですとか、あとは紅茶系のメニューも非常に充実していますので、ぜひともお好みのメニューを探していただければと思います。あとは時間帯としては、モーニングのタイミングとランチのタイミング、そしてディナーのタイミングでちょっとずつメニューは異なりますし、そのペアリングもいろいろと工夫できますので、まあ、ぜひですね、メニュー表確認していただいて、お好みのスタイルで時間を過ごしていただくのがとてもいいかなと思います。その中これに頼みましたのは秋ブレンドと、あとは栗のバスクチーズケーキでございます。で、ちなみに今映しています通り、コーヒーカップですとか、あとはフードメニューをいただくようなプレート類もですね、こちらも日本各地からセレクトしたストーリーのあるものばかりだということでございますので、ぜひその見た目も含めて料理やコーヒー、そしてアルコールメニューを楽しんでいただければと思います。こちらの栗のバスクチーズケーキはですね、秋の季節メニューになっていまして、この栗を添えていただくチーズの印象もとても素敵だなと思いました。食器類とか自家焙煎コーヒーも購入可能でございますので、ぜひ気に入った方はご自宅用にも買っていただきたいなと思います。今回の特集の中でご紹介させていただいています通り、こちらの店チーズケーキの試行錯誤もとても熱心でございますので、ぜひインスタグラム等も確認していただいて、その魅力に触れてほしいなと思います。さて、引き続き絶品チーズケーキのお店をご紹介していきます。続いては中目黒からグッドサウンドコーヒーさんのご紹介です。こちらは2021年11月にオープンしておりまして、おしゃれな飲食店としても有名なグッドスプーンの運営会社が世界初空間を音でプロデュースを実現したカフェでございます。以前に私の立川編の動画の中でも実はご紹介してるんですけども、そちらよりもたくさんの席がありますので、とても使い勝手がいい空間かなと思います。こちらの店では店内の60個のスピーカーと12チャンネルサラウンドシステムは ABEX のサウンドチームサウンドエッジとのコラボレーションということでございまして、360度音に包み込まれる 3D 音響を感じることができる、そんな空間になっています。耳を澄ませば机から音が聞こえてきたり、ベンチに座ると新たな音楽が再生されたり、店内のいる場所によって聞こえ方が異なりまして、細部にまでオリジナリティを見せた仕様だということでございます。そしてこちらチーズケーキの特集でございますので、チーズケーキのご紹介しますけれども、バスクチーズケーキとても有名でございまして、いずれも自家製になっています。
で結構種類がありまして、ベリーとかチョコとかプレーンとかがありますので、お好みのものを頼んでいただいてシェアとかしていただくととてもいいかなと思います。タルトやチョコレートにも音符のロゴが乗っかっていたりと、そういった遊び心もとてもいいなと思いました。音の空間としての魅力、もうちょっとご紹介しますと、鳥のさえずりや川のせせらぎなどの自然の音と、ボサノバやジャズなどを組み合わせた、ここでしか味わえない音を体験することができまして、ゆったりとコーヒーを楽しむことができる、そんな空間でございます。席のタイプとしましても、カウンターからテーブルまで様々ございますし、外の空気を十分に感じることができる開放的な空間もありますので、ぜひとも夏の暑い季節にはそういった空間も味わってほしいなと思います。今、螺旋階段を映してたんですけども、店内の2階は運営会社の東京オフィスにもなっているということでございますので、まさにオフィスのお膝元で本格的な空間を楽しめる、そんな空間になってたかなと思います。そしてこちら、この日には、トマトとナスのキッシュ、あとはバスクチーズケーキとドリップコーヒーをいただきました。そしてこちら、注目のバスクチーズケーキなんですけれども、北海道産の生クリームとチーズを贅沢に使ったベイクドタイプのチーズケーキでございます。冷やしても温めても美味しく食べることができまして、1個あたり 300g の生クリームを使用しているということでございます。濃厚でコクのある味わいだけれども、後味はさっぱり。素材は至ってシンプル、中はしっとりでや、とろりとした生クリームの味わいが魅力の一品になっています。コーヒーは小川コーヒーさんから仕入れたオーガニックコーヒーでございまして、他にはお酒も楽しむことができる、そんな空間でございます。ここからは絶品ドーナツのお店をいくつかご紹介していきます。まずはここ表参道からヒグマドーナツコーヒーライスさんでございます。こちらは北海道の贅沢食材で一つ一つ手作りをするドーナツが人気のヒグマドーナツさんと、本格派自家焙煎コーヒー店でございますコーヒーライツさんがコラボした注目の店舗でございます。以前にヒグマドーナツさんの方は学芸大学編の動画でご紹介していますし、コーヒーライツさんは押し上げ蔵前編でご紹介してますので、ぜひそちらのお店も参考にしてほしいなと思います。こちらのカフェ自体は皆川ビレッジという複合施設の一部でございまして、もともとは築60年の母屋を改築したということでございます。日本庭園のような素敵なスペースもありますので、ぜひそのあたりも注目してほしいなと思いました。すべての空間が洗練されていまして、フードもドリンクも絶品な贅沢空間はついつい長居してしまいそうです。ちなみにこちらは以前に表参道編でご紹介していますコーヒー豆屋さんの近くにありますので、コーヒー好きな方はぜひそちらのコーヒー豆屋さんも合わせて体験してほしいなと思います。もちろんこちらのコーヒーライスさんの豆も試してほしいなとは思いますけれども、そちらのコーヒー豆屋さんの方はまさにコーヒーのセレクトショップのような形で、様々なコーヒー店のコーヒーからセレクトしたあなただけのコーヒーを味わうこともできますので、その点もとても注目でございます。そして注目のドーナツのご紹介ですけれども、ドーナツは素材に保存料や添加物は一切使用せず、トランス脂肪酸フリーのパーム油 100% のオイルで揚げたというだけありまして、甘ったるさや胃がもたれる感じがなくてとても美味しかったなと思いました。で、この個性的な空間も特徴的でございますので、迷惑にならない程度に写真等も撮ってほしいなと思います。私の印象としましては、外国人の方々にもとても人気なお店でございますし、コーヒーライスさん自体が朝入りのコーヒーをいただくことができますので、普段の喫茶店らしいような深入りのコーヒーじゃない豆本来の味わいを感じたいという方には特におすすめかなと思います。そしてこちらの店ではコーヒー豆を購入していただきますと、コーヒーも1杯無料でいただくことができますので、そこもおすすめなポイントです。で、今回はこんな形でいただいてますけれども、ヒグマソフトというヒグマオリジナルな北海道濃厚ソフトクリームと揚げたてドーナツを組み合わせたスイーツもありますので、夏の季節にはぜひそちらも試してほしいなと思います。続いてはニューヨークスタイルのドーナツとペアリングを考慮してブレンドされたコーヒーとの組み合わせが提案するカフェでございます。こちらダンボドーナツ&コーヒーさんでございます。こちら以前に水道橋神保町編の動画でもご紹介してるんですけども、こちらは本店になっていまして、麻布十番のお店になっています。こちらも駅から 2,3 分でたどり着くことができますので、比較的立地がいい場所になるかなと思います。ホームメイドにこだわりまして、店内で丹念にこねたダンボ秘伝の生地が表面はサクッと、中はもちっとした食感を実現してくれる、そんなドーナツをいただけるお店になっています。ボリューミーな見た目の一方、少量ずつ揚げたドーナツは
優しい甘みでございまして、あっさりしているのが特徴だということでございます。店内の空間はこういった形でニューヨークっぽいような雰囲気を示してくれるような装飾で彩られていますし、今ご紹介したような黄色のタクシーなんかはまさにニューヨークっぽいですよね。このダンボさんのパッケージもとても可愛らしいので、この辺と一緒に写真を撮っていただければと思います。でドーナツの種類も非常にたくさんありまして、常時10種類以上備えてくれています。鮮やかなグレーズソースで見た目にも美味しくボリューミーな大人の味わいだということでございますので、ぜひ吟味していただいて 2,3 種類試していただきたいなと思います。ただ結構ヘビーな感じが個人的にはしてますので、1個頼んでいただいて、ぜひですねおすすめでありますコーヒーと合わせて楽しんでいただければと思います。そのコーヒー何がおすすめかと言いますと、コーヒーは世界で1台となりますオリジナルカスタマイズを施したエスプレッソマシンを使用しているところが一つの注目点になっています。さらに京都の有名ロースターズさんでありますアラビカから直接仕入れているオリジナルブレンドなども魅力になっていますので、ぜひそのあたりに注目していただいて、コーヒーとドーナツ楽しんでほしいなと思います。この日はこちらのトースティッドココナッツというドーナツと、あとはアイスのブレンドをいただきました。で、甘くて大きめのドーナツなんですけども、このココナッツな感じは少し爽やかにいただくことができますので、甘い中でもちょっと大人な味わいでさっぱりといただくことができたかなと思います。で、結構本当にふわっとしていますので、生地も結構切りごたえがありまして、私も割と苦戦してるんですけども、本当に焼きたての感じもとても素敵ですし、あとは口の中でしっかりと味わいを感じていただくことができますので、スイーツ好きな方には特におすすめできるようなドーナツかなと思います。個人的には先ほどご紹介しましたヒグマドーナツさんのドーナツも結構好きなんですけども、この辺は好み分かれるかなと思いますね。で、こちらの店、席の数はそこまで多くないので、特に土日なんかは埋まってしまっていることが多いと思います。なので、平日のおやつ時とか、夕食前のちょっとしたひと時に使っていただくのがとてもいいかなと思います。ちなみにこちら夏場はクラフトコーラも提供されていまして、おすすめになってますので、ぜひ試してみてください。続いては小田急線の経堂駅にございます2021年3月にオープンしたアットホームなドーナツ屋さん、黒猫ドーナツのご紹介でございます。ミントグリーンの外壁が印象的でございまして、お店の外もお店の中も黒猫をモチーフとした装飾が可愛らしいです。店主さん自身が本業を建築の設計としておりまして、これまでにも数々の飲食店を設計したということでございまして、たくさんのこだわりが詰まっています。家族や友達に食べてもらうような気持ちで手作りで丁寧に作ったドーナツと美味しいコーヒーを楽しんでもらいたい、さらに気に入ったらなんとか通って名前を教えてもらったり雑談をしたりできる友達が増えるといいなと思って始めたお店だということでございます。ちなみに店内にも黒猫のぬいぐるみがありまして、とても可愛らしかったです。黒猫というイメージ自体が店主さんの娘さんがアイデアを出したということでございまして、そういったアットホームな様子がお店の居心地の良さを作ってくれているように感じました。そして注目すべきはドーナツ。今回映像でご紹介しているディスプレイの様子は少し前に撮らせていただいたものなので、現在はよりおしゃれにディスプレイしていただいています。そういった見応えもとても素敵でございますので、参考にしていただければと思います。こんな形でこの日は全部で10種類用意されていました。ドーナツの素材には小麦粉、バター、牛乳、塩、イースト菌、砂糖、そしてココアを使用しています。小麦粉も強力粉と薄力粉を絶妙なバランスで配合した開発の賜物でございまして、これらの素材を 100% オーガニックのヤシ油で揚げています。そんなヤシ油のおかげで時間が経ってもべちゃべちゃにならず、テイクアウト者としても満足感が持続するドーナツになっています。そしてコーヒーもとても美味しくてですね、先ほど映しておりましたエアロプレス以外にもハンドドリップと様々な入れ方もしていただくことができますので、ぜひともコーヒーも合わせてそのドーナツの味わいに触れてほしいなと思います。続いては絶品アップルパイをご紹介していきます。こちらは立川にありますアダムスオーソムパイさんでございます。アダムスという名前の通りリンゴをイメージしたお店になっているんですけども、そういった装飾も含めてとてもおしゃれなお店でございます。私の動画では立川のカフェもいくつかご紹介しているんですけども、その中でもよくご紹介しているグリーンスプリングスという商業施設の向かい側にあるお店がこちらのアダムスオーソムパイさんでございまして、結構穴場的なおすすめカフェにもなっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
こちらのアダムスという店名の由来にもなりました看板メニューのアップルパイは、長野県産のリンゴを使用し、毎朝焼きたてを提供してくれるということでございますので、ぜひアップルパイいただいてみたいという方に関しましては、こちらに来ていただいて注文していただくと、その魅力を存分に楽しむことができるかなと思います。今店内の様子を映してるんですけども、リンゴのイラストですとか、あとはリンゴの木をイメージした本棚なんかもありますので、そういった装飾も含めてこだわりが素敵な空間になっています。ちなみにこちらのお店は何回か伺っているんですけども、レイアウト結構変わっているなという印象でございますので、もしかすると皆さんが訪れていただいたタイミングにはまた違った店内のレイアウトになっているかなと思いますので、ぜひ皆さんご自身の目で確認していただきたいと思います。でこちらの店に関しましては、スイーツとしてのアップルパイもおすすめでございますけれども、ミートパイやバーガー類などのフードメニューも充実していますので、例えばランチにもご利用いただけるかなと思います。またこちら実は永野芽郁さんや戸田恵梨香さんが出演されていましたドラマ箱詰めのロケ地でもありますので、もしご覧になられていた方は馴染みがある景色を見ることができるかなと思います。その際は今外に映していますテラス席が利用されていたということでございますので、ぜひそのテラス席を体験してみてください。ちなみにそちらのテラス席からは、先ほど申し上げましたグリーンスプリングスさんの様子ですとか、立川名物でございますモノレールを見ることもできますので、その空気感も含めて楽しめるような場所かなと思います。また立川のこの辺り一帯はファーレ立川アートという無料のアート空間が広がっていまして、全作品109点のアートを体験することができますので、ぜひアップルパイいただいた後にはご自身でお好みのアートを探していただいて写真等に収めていただくのもいいかなと思います。さらにこちらのお店ではコスタコーヒーさんのコーヒーをいただくことができまして、エスプレッソメニューを豊富にいただくことができます。例えばオーストラリアのメニューでありますフラットホワイトですとか、カプチーノやキャラメルラテなんかもいただけますので、ぜひお好みの一杯を試してほしいです。さらにこちらはパイが店名に含まれています通り、アダムスオリジナルの全粒粉入りパイ生地を使ったさまざまなパイをいただくことができます。リンゴはもちろんのこと、バナナクリームですとかピーカンとかクリームチーズとか、あとは季節のフルーツパイ、レモンクリームパイなんかもありますので、初めて訪れる際にはアップルパイを頼んでいただいて、2度目、3度目に訪れていただく際に関しましては別の種類のパイを頼んでいただいてシェアしていただくというのも一つのおすすめな過ごし方になるかなと思います。続いてご紹介しますのはブルックリンロースティングカンパニーさんでございます。2022年の7月にオープンしたばかりのカフェでございまして、同じく2022年の春頃に誕生しました下北沢の新たな商業施設でありますみかん下北に誕生したばかりながら、すでに大人気のコーヒー店でございます。国内には6店舗ほどありまして、以前に私の有楽町日比谷特集でもご紹介してるんですけども、ここの下北沢店ではカフェレストランで運営しておりまして、海外の店舗含めまして初の業態になっています。2009年ニューヨークのブルックリンで誕生しまして、本当に美味しいコーヒーは地球と人に優しく育まれたものだという信念のもと運営されていますニューヨーク初のカフェになっています。アメリカンな雰囲気のためか外国人のお客さんも多く、外国感を感じられるのも非日常的でおすすめでございます。天井が高い様子がとても印象的で、こちらでは Wi-Fi や電源の完備もありますので、作業用カフェとしてもおすすめできるようなスポットになっています。代々木八幡にありますライフ、三宮橋にありますライフ3といったイタリアンレストランのオーナーシェフ監修のもと、朝はアメリカンブレックファスト、ランチはライフ自慢のパスタやがっつり肉ランチなど、夜はビールやナチュラルワインに合う料理を存分に楽しむことができます。こういった焼き菓子なんかも用意されていますので、もちろんカフェタイムにもおすすめです。そして何といってもたくさんの種類のコーヒー豆が用意されていますので、コーヒー好きな方でもたまらないと思いますし、ファッション系のストリート系のアイテムもありますので、小物類を買っていただいたりとか、お家のちょっとしたインテリアとしてご活用いただくのもとてもおすすめかなと思います。そして実はここ平野紫耀さんが出演されていましたドラマクロサギの2話にも登場した店舗でございまして、先ほどのアダムス・オーサム・パイさん同様ドラマのロケ地巡りとしても活用できる場所でございます。この日はこちらのアップルパイに加えてドリップコーヒーの M サイズをいただいてみました。こちらの緑色のカップおしゃれだなと思うんですけども、こちらクロサギの中でも平野翔くんが使われていたようなカップになっていますので、まあ、そういったファンの方なんかはそこも注目ポイントかなと思います。そんなロケ地にも使われていますこちらの店舗の設計はドロワーズという設計事務所の創業者であります小倉さんが担当されていまして、ただかっこいいアメリカ風内装の模倣ではなくて、新しい物事がどんどん生まれていくニューヨークシティのように現在進行形な空間を作りたいとの思いで出来上がったということでございました。
続いてもう一軒ご紹介しますのは、銀座からトリコロール本店でございます。こちらの店は1936年の創業以来、銀座で香り高いコーヒー、手作りのケーキ、そして丁寧な接客で心地よい時間を提供し続けてくれている名店でございます。こちらのトリコロール本店は、現キーコーヒーとして知られている木村コーヒー店の創業者である店主の柴田さんが創業した老舗喫茶店だということでございます。とても人気な喫茶店でございまして、食べログ喫茶店100名店2021、2022にも選出されているお店でございます。有名なお店なので結構並ぶかなと思いますが、実際に私もこの日朝に訪れて30分ぐらい待ったんですけれども、比較的開店は早いので、ちょっと待っていただいてもスムーズに入ることができるかなとも思っています。なのでぜひですね、銀座に買い物に予定があるという方は朝から訪れていただいて、少し贅沢な時間を過ごしていただくというのもありかもしれないです。こちらのお店では、中南米の標高の高い山で収穫された希少な独自ブレンドを使ってネルドリップで注文後から丁寧に抽出してくれているところが魅力になっています。もちろんこの店内の空間もとてもおしゃれで素敵な感じなので、この辺りと食事を合わせて楽しんでいただくというところがとても素敵な部分です。で、2階に登っていただくと、この日は2階の営業はされていなかったようなんですけども、2階のトイレがある空間もこんな広々とした洋風な空間が広がっていましたので、この辺も注目のポイントかなと思っています。で、後でご紹介するんですけども、人気のアップルパイはですね、リンゴの皮を剥くところから全て店内で手作りしていただけるということになってますので、新鮮なスイーツを味わうことができます。そして名物はこちらのダイナミックに注ぐことができますカフェオレでございます。お店の方も心よく動画を撮らせていただきまして、こんな感じでダイナミックに注いでいただくことができました。で、注ぎたてのカフェオレはこんな感じで泡々な感じもとても素敵ですよね。そしてこちらはこの日にいただきましたカフェオレと、あと合わせていただいたアップルパイでございます。トリコロールというとこのカフェオレとアップルパイが有名なんですけれども、注文後からクリームを詰めてくれるエクレアも看板メニューだということでございますので、私もぜひですね、次回訪れた時にはそちらも試してみたいなと思ってます。オープンカウンターではネルドディップの様子から全て目の前で確認することができますので、もし席が空いてましたら特等席のオープンカウンターで楽しんでいただくというのが一番のおすすめかなと思ってます。続いてご紹介しますのは、立川の北口にありますグリーンスプリングスという商業施設からペーパームーンさんでございます。以前の動画でもグリーンスプリングさんはいくつかご紹介させていただいてるんですけども、こちらは特にスイーツがおすすめなカフェになっています。多摩や八王子のケーキ&カフェ専門店であるバーゼルの系列店であるペーパームーンさんなんですけども、大人のためのケーキカフェをコンセプトとしているということでございまして、こちらのペーパームーンさんは11歳以上のみが入店可能だということでございますので、その点ご注意いただきたいなと思っています。なので大人の方なんかはゆったりと過ごすことができるような空間になっているというところも注目のポイントになっています。以前に八王子を特集した動画の中でもペーパームーンさんの系列であるバーゼルさんのご紹介をしてるんですけれども、そのバーゼルさん同様コーヒーは高尾コーヒーの自家焙煎コーヒーを使用しているということでございますので、ケーキはもちろんですけれどもコーヒーも十分に楽しむことができるかなと思ってます。で、こんな感じでお店の中に入っていただくと、この日に提供されているケーキを店頭で眺めることができまして、こちらテイクアウトをしていただくこともできるので、そういった楽しみ方をしていただくというのもおすすめです。で、さらにですね、こちらグリーンスプリングスさんの中だけでテイクアウトするという形にしていただきますと、バケットに入れていただいて、それをテイクアウトしてグリーンスプリングスの商業施設内でゆったりと楽しむこともできますので、特にですね、そういったテイクアウトをしてインスタ映えな雰囲気も楽しみたいなんていう方は、そちらの活用もご検討いただきたいなと思っています。ぜひインスタグラム等を見て他のインフルエンサーの方の情報なんかも参考にしていただくとよりいいかなと思っています。この日は私はストロベリーショートケーキのチョコレートがけ、あとは高尾コーヒーさんのペーパームーンオリジナルブレンドをいただきました。このストロベリーショートケーキのチョコレートがけ1000円弱するんですけども、めちゃくちゃボリューミーで美味しかったので、ぜひ皆さんも試してほしいなと思ってます。ポイントはイチゴがたっぷり入っているというのと、チョコレートソースがとても美味しかったのと、あとですね、下にかかっているようなクリームも絶品でございまして、あまり甘ったるすぎずというところのスイーツだったので、甘みが苦手な男性なんかでも十分に楽しむことができるかなと思っています。で、あとはこの一緒にいただいた高尾コーヒーさんのコーヒーもとても香り高くて、ほんのりとシトラス系の印象があるような味わいになっていました。
続いては同じく絶品ケーキのお店をご紹介します。こちらは町田にありますパティスリーアンカドさんでございます。店名のアンカドというのはフランス語で贈り物という意味でございまして、幸せと感動をオリジナルの極上洋菓子とともに提供してくれる、そんなお店でございます。この日は夕方頃に訪れていますので、だいぶ洋菓子の数も少なくなってしまっているんですけども、ぜひ早めに訪れていただいて、たくさんの選択肢の中からお好みの一品を頼んでほしいなと思います。こちらのお店ではお店の着工当初から書かれているブログがありまして、そちらからも洋菓子に対する真心を感じることができますので、ぜひインスタグラムからも洋菓子の魅力を感じてほしいです。でこちらの洋菓子はジャパンケーキ賞の受賞作をはじめまして、フランスの最高級素材で作られた絶品になってますので、町田ということで都内から少し離れてしまうんですけども、ぜひとも試していただきたいです。ジャパンケーキ賞の受賞作品としましては、アリエという洋菓子と店名のアンカドという洋菓子がありますので、もしタイミングが合えばそちらも試してほしいです。イートインスペースとしましてはこんな形で2階席がありまして、こちらでは先ほどの洋菓子とコーヒー等を楽しむことができます。またこちらで提供していただけるコーヒーに関しましては、奥沢の茶の子コーヒーロースタリーさんの協力でできましたアンカドオリジナルのブレンドも試すことができますので、ぜひ絶品スイーツと一緒に楽しんでほしいです。この日はこちらのバルスとアールという洋菓子をいただいたんですけれども、ハート型のアールは製法の違う2種のアールグレイクリームをミルクショコラムースで包んだ一品になっています。アクセントにチョコレートクランチを施しており、紅茶好きにはたまらない滑らかなケーキになっていました。またこちらのバルスに関しましては、ショコラタルトの中に滑らかガナッシュを流し、アクセントにフランボワーズを忍ばせ、ミルクショコラクリームを絞り仕上げたということでございます。ショコラ好きのための一品として紹介されていますので、ぜひともショコラ好きの方は試してほしいです。続いてご紹介しますのは日比谷から、2022年10月にオープンしまして、早速大人気になっていますこちらのザ・ブルーというところでございます。こちら日比谷ミッドタウンからも歩いてすぐのところにある店なんですけども、まあ、この高級感あふれる感じ、そしてめちゃくちゃ映えになっていますスポットなので、まあ、平日の昼間に限らず土日には特に女性に人気かなといったお店でございます。お店のコンセプトは宝石箱ということでございまして、日比谷のど真ん中に極上空間を提供しているお店でございます。きらめく照明やインテリアが映えますラグジュアリーな空間が魅力になっていまして、まあ、テラス席なんですけども、こういった感じの入り口のロゴとソファーが映えるような空間も提供されていました。でこちらとは別にまたヒーター完備のテラス席もありまして、こちらの席ではディナータイムに食事をすることも可能でございますので、特に特別な日なんかには抜群なロケーションになっているかなと感じています。まあ、実は結構日比谷は芸能人の方々も多くいらっしゃっているという噂も聞いていますので、まあ、おそらくこの立地がいいというところとか、ただ都会ほどごちゃごちゃしてないというところが人気なのかなと思うんですけども、まあ、ぜひそういったことは気になる方に関しましては日比谷のミッドタウンを訪れてほしいなと思っています。まあ、そしてなんといってもこちらの宝石のようなケーキですね、全部で8種類用意されていますけれども、こちら手土産としても間違いないかなと思いますので、ぜひ東京お土産に買っていただいて何かを検討いただいている方に関しましては、こちらをお土産にしていただくのもいいかなと感じています。他にもこういったディナーメニューを中心にフードメニューもとても充実していまして、コーヒーや紅茶などもたくさんの種類を用意していますので、ぜひ吟味していただいて、おしゃれなティータイム、そしてディナータイムを楽しんでいただければなと感じています。その中この日に頼みましたのはエビと海鮮のムース、レッドマヨネーズソースとホットティーのマルコポーロというものでございます。こちらのメニューは実は1日限定5食になっていまして、この青い雰囲気、似たようなスイーツもあるんですけども、実はこちらケーキじゃなくてフードメニューになっています。なのでこちらの外の殻を破りますと、中にはエビとホタテが登場しまして、装飾されたこの赤いのクリームですね、こちらはクリーム仕立ての魚介ムースになっていまして、このアーティスティックな盛り付けも相まって、とても高級感が溢れるようなメニューになっていました。もちろんこの時間帯にはカフェタイムでもありましたので、カフェメニューを頼んでいただいている方も多いかなと感じていまして、そのスイーツに関しましても有名ホテルで経験を積んだパティシエさんが作っているということでございますので、食べるのが惜しくなってしまうほどの美しさでございました。また季節ごとにラインナップも移り変わるということでございますので、訪れたタイミング次第では特別なケーキを楽しむこともできるかなと感じています。であとは今回頼まなかったんですけれども、ランチでは他にも生パスタが大人気だということでございまして、淡路島から取り寄せましたコシと弾力が特徴のもっちり太麺と具沢山のメニューが魅力的だということでございました。今回実際にはケーキをいただいていなくて、ショーケース越しのご紹介にはなってしまったんですけれども、ぜひその美しい見た目を確認していただいて、気になった方は購入していただきたいなと思いましたので、今回ご紹介させていただきました。
続いてはまた小田急線の共同駅から鶴見社という絶品パンケーキの店をご紹介します。こちらは共同駅を出てすぐ商店街を少し外れたマンションの一角にふと佇むホットケーキ専門店でございます。この鶴見社という言葉は万葉集にも出てくる言葉から引用されているということでございまして、鶴見というのは古語でどんぐりを意味しています。オーナーさんが山と植物を愛していることから名付けられたということでございまして、そういったこだわりが詰まっています。実はこちらの店惜しまれつつも建物の老朽化で閉店した神田の老舗店万宗フルーツパーラー出身の店主さんによって運営されているお店でございまして、その伝統を受け継いだホットケーキをいただくことができます。ホットケーキの魅力はサクッとした表面とふんわりとした焼き上がりの生地でございまして、銅板で焼き上げてくれるため熱伝導性が良く均一に熱が伝わり、色ムラ、焼きムラのない綺麗なパンケーキが出来上がっています。また自家製のメープルソースも魅力的でございまして、ホットケーキの味わいをさらに深いものにしてくれます。ホットケーキのドリンクセットは1枚から3枚で選ぶことができるんですけども、4枚以上とかバターの追加とかもカスタマイズ可能でございますので、ぜひ相談してみて注文していただければと思います。続いてご紹介しますのは上町から Your Daily Coffee さんというところでございます。こちらの店は残念ながらお店の中の様子を撮影することはできなかったんですけれども、手元の商品の様子とか、あとはちょっと外観の様子を少しだけさせていただいています。でこちらはこの日にいただきましたソーセージエッグパンケーキセットでございます。こちらはモーニングセットになっていまして、おすすめなのが1時まで楽しむことができますので、ちょっと遅く起きた朝なんかのブランチにも利用できるところが個人的にはおすすめかなと思っています。店名に Your Daily とあります通り、日常使いへの思いがたくさん込められていまして、リーズナブルで良心的な価格設定、そして地域密着の、そんなお店の雰囲気を感じることができるかなと思います。他にも日替わりの焼き菓子とか、あとは自家製のサンドイッチとかなどもありますので、ぜひですねこだわりのコーヒーと合わせてそのペアリングを模索していただければというところでございます。まあ、注意点としましては、先ほどの撮影に関する部分ですとか、あとは PC の作業等もできなかったので、まあ本当に食事とあとはコーヒー楽しんでいただくためにご利用されるのがとてもおすすめかなといったところです。あとコーヒー自体に関しましては、スペシャリティコーヒーが利用されていますので、特にコーヒー好きな方なんかでも十分に満足いただけるような、そんなコーヒーをいただくことができるかなと思います。ちなみに平日土日含めまして朝は9時からやってますので、まさに朝活に利用できます。で定休日は月曜日になってますので、その辺はご注意いただければと思います。続いては自由が丘に場所を移しまして、花キャベツさんをご紹介していきます。先ほどの上町は東急世田谷線でしたけれども、こちら自由が丘は東急東横線の駅として有名ですよね。そんな自由が丘にパンケーキブームの前から根付いていますこちら花キャベツさん、1980年創業でなんと40年以上の歴史を持つ老舗のパンケーキ専門店でございます。パンケーキには長年の経験と研究の結果が詰まっておりまして、他店では味わえないような絶品パンケーキを味わうことができる、そんなお店でございます。実際にパンケーキファンの間では熱烈な支持を得ているとも言われておりまして、甘すぎず食べ飽きないというのが大きな魅力だということでございます。こちらで提供いただきますパンケーキに使用しているこだわりのメープルシロップは 100% カナダ産でございます。そんなカナダ産のメープルシロップを使って、ふわふわでもちっとした花キャベツだけの味わいを感じることができるパンケーキと合わせて楽しむことができます。そしてそのパンケーキに関しましても約50も種類がございまして、メニュー表を眺めているだけでも時間が経ってしまいそうな、そんな空間でございました。メニュー表にも注意書きがございましたけれども、鉄板自体に制限がございまして、一度に4枚焼くことが限界だということでございますので、こちらの店訪れる際にはぜひ時間に余裕を持って訪れてほしいなと思います。もちろんスイーツ系のパンケーキもおすすめでございますけれども、フード系のパンケーキも非常に豊富でございますので、例えば朝ごはんにいただくのもいいですし、ランチメニューとしていただくのもいいかなと思います。さらに特徴の一つとしましては、スープセットというものがございまして、パンケーキ専門店におけるスープセットっていうのは結構珍しいなと個人的には感じました。また季節限定のメニューもありますし、他にはお子様用のメニューもございましたので、お子様も一緒に連れてきていただいてパンケーキを味わうというのも一つのおすすめかなと思います。私も小さい頃からパンケーキ結構好きだったなという記憶がありますので、子供たちにとっても喜べるようなそんな空間かなと思います。
さらにかき氷なんかのメニューもありますので、これからの夏の季節にはおすすめかなと思いますし、ドリンク自体のメニューも非常に豊富でございました。個人的にもスイーツと一緒にいただきたいコーヒーもとてもおすすめでございまして、コーヒーは50年以上の歴史を持つ大阪の老舗メーカー山本コーヒーさんの豆を使用しているということでございますので、そちらも花キャベツさんの長い歴史に寄り添ったコーヒー豆の味を変わりなく提供していただいているのかなと思いました。ちなみに今映していましたメニュー表に関しましても、今回ご提示していますこちらのパンケーキの値段に関しましても、最近の物価高騰に伴った価格改定前の値段になってますので、もしかすると皆さんが訪れていただいたタイミングにはちょっと値上がりもしてるかなと思いますので、その点だけご注意いただければと思います。なんといっても非常にボリューミーでございまして、到着した時から焼きたての香りが食欲を誘ってくれましたので、とても美味しかったなと思います。また先ほどご紹介しましたメープルシロップをしっかりかけていただきますと、その味わいもより楽しめるかなといったところです。セットのコーヒーに関しましても、期待していた通りまさにパンケーキにぴったりな味わいになっていました。続いてはまた違ったテイストのパンケーキのご紹介、フリッパーズの下北沢店でございます。最高の一皿をコンセプトに、様々な人々のライフスタイルに寄り添います心にも体にも優しいブランチカフェでございます。契約の養鶏所でございます竹取ファームで採れた新鮮な卵を使っているのが特徴的でございまして、奇跡のパンケーキと歌うスフレパンケーキは軽い食感になってますので、何枚でも食べられそうな、そんな勢いでございました。で今ちらっと映してたんですけども、テイクアウトでもいただくことができますので、並ぶ時間も含めまして時間にあまり余裕がないかなという方に関しましては、テイクアウトを検討されるのもとてもおすすめかなと思っています。でこちらメニュー表になってるんですけども、もちろんシンプルなパンケーキもおすすめですけども、他にもたくさんのフルーツを乗っけていただいた果実感あふれるメニューもありますので、ぜひ検討していただければと思いますし、他にもエッグベネディクトなどミール系のお食事系のメニューも頼むことができますので、単純にスイーツをいただきたいという方以外にもご活用いただけるかなと思います。この日はこちらのチョコバナナとセットコーヒーをいただきました。セットコーヒーにしますと200円でいただけますので、ドリンクもとても嬉しいですね。であと奥側に映ってるんですけども、ピーナッツを付け合わせていただくことができますので、お口直しにこういったしょっぱいものを味わっていただければと思います。ちなみにもしかするとこの動画をご覧になられている皆さんの中でフリッパーズさんをご存知の方も多いかなと思うんですけども、ここ下北沢店は第1号店として誕生していますので、ぜひ1号店の雰囲気味わいたい方にもおすすめできるかなと思っています。そして最後にご紹介しますのは、神保町の大人気のお店でございます石窯ベイクブレッドサボタムタムさんでございます。こちら創業1973年の行列のできる石窯ホットケーキで有名なカフェになっています。数々のテレビ番組で紹介されていまして、例えば嵐に仕上がれとか、ザワつく金曜日とか、ラビット王様のブランチでもご紹介されたということでございますので、もしかすると皆さんも気になっていたという方もいるかなと思っています。こちらはホットケーキだけではなくて、フレンチトーストやチーズトーストなど、すべて石窯で焼き上げるのが特徴的でございまして、外はサクッと、中はふっくらな食感を実現してくれているお店でございます。焼き上がりには20分ほどかかりますので、訪れる際には並ぶ時間も含めまして、時間に余裕を持って訪れてほしいなと思っています。こんな感じでたくさんのメニューがありまして、コーヒーもシンプルなコーヒーからウインナーコーヒーですとか、コーヒーフロートなんか楽しめるところも特徴的かなと思っています。あと紅茶も結構美味しいとの噂でございますので、コーヒーがちょっと苦手だなという方に関しましても、紅茶を頼んでいただきつつ、その味わいに触れていただくこともおすすめかなと思っています。先ほどホットケーキが注目だと申し上げたんですけども、その他にもカレーやシチューなどのフードメニューや、タルトやミルクレープなどのケーキも楽しめるということでございますので、もし一度目こちらに訪れていただいて、石窯のメニューを楽しむことができましたら、改めて訪れていただいて、こういったカレーとかシチューとか他のケーキメニューを試していただくというのもおすすめかなと思っています。本当カレーだけでもですね、3種類ぐらいあったりということでございまして、まあ、神保町というと本の町、喫茶の町でもありますし、カレーの町でもありますので、その神保町らしさを感じられる、そんなお店になっているかなと思っています。こちら、ご覧いただきました、ホットケーキセットでございます。ホットケーキセットにはコーヒーをつけていただくことができるんですけども、コーヒー以外にも先ほど申し上げました、紅茶ですね、アールグレーとかダージリンを選ぶことができます。さらにですね、コーヒーはマイルドと深みのあるエクセレントから選ぶことができますので、お好みに応じて頼んでほしいなと思ってます。個人的には、ホットケーキは結構甘めなので、コーヒーを頼んでいただいて、その苦味と甘みを一緒に味わうのがとてもおすすめかなと思っています。そして、今回頼んだホットケーキなんですけども、味付けは一緒に添えられました、クリームとメープルシロップでございます。
クリームの量も結構たくさんありますし、こういった形でメープルシロップかけていただいて楽しむことができますので、お好みの量をかけていただいて、お好みの味わいで試してほしいなと思っています。もちろん一回切っていただいて、プレーンで試すところ、あとはメープルシロップで試すところ、あとはクリームで試すところ、そして全部かけるものという形でパーツごとに楽しんでいただくのもとてもおすすめかなと思っています。さて、そのホットケーキのですね、外はカリカリ、中はふんわりを試すためにこんな感じで切る様子を撮ってみたんですけども、ちょっと横になってしまうとですね、なかなか伝わりづらいかなとは思っています。切った断面から湯気が立ち込める感じなんかも、その美味しさを感じていただけるかなと思っています。まさにこちらが断面になっていまして、中はふんわりなんですけども、外はサクッとしている感じなんかが見えることができるかなと思っています。まあ、バターの溶け具合も相まってとても美味しい雰囲気になってますので、ぜひ試してみてください。以上、今回は長編の動画になりましたけれども、東京のスイーツを17選ご紹介させていただきました。もし今回の動画が好評でございましたら、次回はまた違ったスイーツ、それこそカヌレとかフルーツサンドとかプリンとかもご紹介していきたいと思いますので、皆さんもぜひコメントの方で気になったお店とか紹介してほしいお店も書いていただければと思います。レストランとは違ってカフェは結構予約しにくいかなと思うんですけども、まあ、そういったところも含めまして、並んでいる時間でさえ楽しめるかと思いますので、ぜひ今回気になったお店がありましたら、地域名スペースカフェで検索していただいて、私の過去の動画も参考にしていただき、うまい時間の活用方法も考えていただければと思います。概要欄の方にはタイムスタンプも載せていますので、気になったところは後からも見返してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。